よいしょ。全部映らない。こうするか。あ、松さんハートありがとうございます。みんな来てくれてありがとう。集まってきたかな。あ、チャレンジ変えてくるの忘れちゃった。キングマさん、よ来てくれてありがとう。でででで。ということで、ちょっと近づけるね。さっきより見やすい感じに、コメントがね、読みやすい感じに配置を変えますよ。よ。大丈夫かな。どうかな。集まってきたかな。千尋さん、仕事終わった。お疲れ。お疲れ様。ハートがこれしかなかった、ごめんなさい。大丈夫ですよ、ありがとうございます。松さんありがとう。あ、タカッチ来てくれた。タカッチ少しありがとう。千尋さん、ハートありがとう。よいしょ。ででで、私服に戻ったよ。私服に戻ったよ。どうかな、どうかな。連続配信お疲れ様。ありがとう。みんなもお疲れ様。みんな来てくれてありがとう。中地さん、ハートありがとう。よいしょ。あ、これが立てかかってない。ちょっと待って。倒れそうだけど大丈夫そうだね。いちもうちょいこっち。なんか本当に倒れそう。大丈夫かな。いける？いいよ。うわー、なんとかいけてる。ちょ、倒れちゃったらすぐ直すね。中地さん、ハートありがとう。364プラスジョーカーさん、ハートありがとう。お名前なんてお呼びしたらいいですか。こんにちは。今 3DS のゲームします。モンスターハンターダブルクロスしてます。お、いいね。モンハンできる人なんですね、羨ましい。私モンハンすごい苦手なんですよ。なんか全然クリアできなくて悲しみ。フルフルが倒せなくて諦めたんです。で、モンハンダブルクロスをしているそこのあなた、お名前をなんて呼べばいいか。あ、テチね、オッケー。じゃあテチって呼びますね。ありがとうございます。ハートもありがとう。テチ、テチが好きなの。テチが好きなの。テチかわいいよね。表現力もすごいし、テチいいよね。あ、これ画角変えればいける。もうちょいこう上にする。あ、こっちだね。こっちでした。ということで自己紹介していくよ。はじめましての方、はじめまして。皆さんこんにちは、アンピーこと久保旦那です。よろしくお願いします。現在ライジンガール2019オーディションに参加中です。期間は明日の23時59分59秒まで。一歩一歩着実に上に上がっていけたらいいなと思ってます。もちろんみんなと一緒にね。ってことで皆さん、よかったら応援の方よろしくお願いします。そしてツイッターではリプ編をしているので、ぜひぜひ気軽にリプの方よろしくお願いします。そして久保旦那でツイートしてくださった方にいいねを押して回ってるので、気軽に久保旦那でツイートしてみてください。モンハン頑張るね。分かった。モンハン頑張ってきて。いってらっしゃい。佐久保さん、お疲れ様、お疲れ様。そして、ライジンのチケット情報です。6月2日、神戸で開催される、ライジン
16だから16が、チケット絶賛好評発売中です。残り座席数が残りわずかとのことなので、皆さんお早めに購入お願いします。そして、ライジングガール2019になった子が初めて立てる舞台、7月28日埼玉で行われるライジンシ、セブンティーン、間違えちゃった、セブンティーンのチケットが、もうすぐファン先行から順次発売していきますので、皆さんお買い求めのないようにお願いします。もしね、他のライジンガールの女の子、ライジンガール候補生の女の子をね、応援していらっしゃる方が見てた場合はですね、ぜひぜひライジンの公式ツイッターをぜひチェックして、買い求めのないように用意しておきましょうみんなの推しがなれるように、みんながね、推しのライジンガール姿が見れるように。けんちゃん買い物してたら空手配信見逃した。いやごめんね、なんか電波悪くて一回落ちちゃったから本当にごめんアーカイブ残ってるのでよかったら見てください。高っちハートありがとう、作坊さんシェアありがとう、ルーさんハートありがとう、あ、福助さん来てくれてありがとう。電波安定してるね。なんか Wi-Fi が間違った Wi-Fi に接続されてたみたいでそれで安定してなかったみたいです。接続し直したらちゃんと配信できてる、よかった、みんなありがとうね、ごめんね古勝さん今昼寝しながら配信見てます。お、そうなんだね、いいな、お昼寝ぬくぬくゆっくりすやすや寝てくださいねでも配信見てくれるのめっちゃ嬉しい。僕ですさん、ライジンガール、はい、ライジンガールオーディション実施中です。ぜひぜひ応援してってくださいね。はい、ということで今日ね、何やっていくかっていうと、あ、まずね、みんな何か画面を見てツッコミどころがいろいろあると思うんですけどそうなんだよね、空手配信の時もそうだったんだけど、後ろにね、こう用意してあるんですよ、いろいろ、なんだろう、アンピルームって感じでさっきとセッティングも変えてやってみました。タカッチ、今日明日は引き込まれるように食料買い込んである。タカッチさすが、嬉しい安否のためとは言ってないまこさんまた来ました、ありがとうございます、来てくれてありがとうね。で、よ、持ち上げて、ここがね、どうなってるかちょっと見せたいだけど、充電のコードがよいしょ見えるかな、これね、いとこが持ってるレコードと新しいライブ DVD のドキュメンタリーです。でこんな感じでリサのグッズとあかりんの本と私のタオルが置いてあります。可愛くないあ、可愛いって送ってくれてるグッさん、ありがとう、可愛いでしょこれめっちゃ可愛いでしょ、この辺、あ、でこれはリサのカレンダーです。私の好きなものに囲まれておる、嬉しい、こうかな、こうのこうだねで手元にこれ持ってる、これリサのクッションなんです。リサー、リサーよいしょ。でコメント読みますね。グッさん、サバーシメレスさん、ハートありがとうございます。タカチ、マッチの写真集が見当たらない。あのね、急いで家出てきたからね、持ってこれなかった、バタバタって詰めてバタバタって出てきたので、もう最低限忘れちゃいけないこういうのとかしか頭になかったので、もうとりあえず、あ、これこれこれみたいな感じでバババッと持ってきました。マチさんの写真集も持ってきたかったんだけどね、悲しみ、ちょっとどこにしまったか忘れちゃって、で探す時間がなくてそのまま来ちゃったから悲しい。グッさん来ちゃった、来てくれてありがとう
作坊さん、いつも配信に工夫があってすごいな。嘘、ありがとう、めっちゃ嬉しい。そういう風に言ってもらえるとやる気につながります。もっともっと頑張るね。みんなに楽しんでもらえるように工夫します。うるさい、かわいい、ありがとう。かわいいでしょ。サバシメですさん、キャンディありがとう。美味しくいただきました、ありがとうございます。ハートもありがとう。ケンちゃん、電波が良くないから途切れ途切れになる。そうなの、なんでだろう。アーカイブの話、配信の話、どっちだろう。まこさん、安否推しになろうかな。お、安否推しは募集中ですよ。いつでも募集中ですよ。なってくれたら嬉しいな。エスピさん、来てくれてありがとう。また来た、来てくれてありがとう。髪はエクステですか。地毛です。あ、見て、地毛です。がっつり地毛です。長いからエクステってよく聞かれます。今ここの見るの忘れちゃった、ちょっと追いつくまで待ってください。ありがとうございます。364プラスジョーカーさん、集めて、ハート集めて戻りました、おかえり。なんだろう、ライトこれ、これでいいか、向きかな、なんか顔が光って見える。いいよ。悔しいけど可愛い、グッサン、ありがとう。悔しいけど好き、嘘、嬉しい。やったね、告白されちゃった。あ、まこさんだった、まこさん、招き猫ありがとう。ちょっと待って、全然映んなかった、びっくりしちゃった。ありがとう。けんちゃん、あ、配信の話ね、俺の方が電波悪い。なんで、どうしたの。なんで、なんで、どうしたんだろうか。エスピさん、今日は何しますか。タイトルにある通り、あのですね、足利の B 級グルメ、皆さん知ってますか。あ、りょうさん、フォローありがとうございます。こうじさん、ハートありがとう。ソフィーさん、フォローありがとうございます。こうじさん、いらっしゃい、ハートありがとう。あ、まこさん、キャンディありがとう。全身見たい。距離離すか、ちょっと待ってね。あ、アンナのバッグが映ってる。まあこのバッグもリサのなんですけど。よいしょ、ね、このバッグにいろいろ詰めて持ってきたので、全身、よいしょ、こんな感じ、顔が映ってないけどこんな感じ、よいしょ、いいよだよ。リクエストしてくれてありがとうね。ガキちゃんさん、スクショありがとう。あ、まこさん、キャンディありがとう。美味しくいただいたよ。コウジさん、ハートありがとう。グさん、おシャンティ、おシャンティ、ありがとう。まこさん、足長いですね。ありがとう。そうかな、嬉しい、ありがとうね。けんちゃん、買い物の帰りでただいま電車に揺られています。あ、そうなんだね。あ、そっか、あれか、都内に向かってるって言ってたもんね。そっかそっか、電車じゃ確かに配信、ん、電波悪いかもね。ちょっと唇痛かった。リップ塗った。千尋さん、ごめん、もう一度、もう一回。もう一回、じゃちゃんと見てね。こんぐらいかな。はい、また顔が見えないです。こんな感じ。はいよ、よいしょ、戻して、
364プラスジョーカーさん、ハートありがとう。シマさん、ホローありがとうございます。コージさん、あれやな、私服姿も可愛いやん。ありがとう、嬉しい可愛い、嬉しい、ありがとう。よし、じゃあね、足利の B 級グルメについてやっていくよ、っていうか食べていくよ。そう、あのね、これみんな知らないと思うんだけどね、これそう、リサさんの限定品を買ってきてよ。あ、行ってきたんだねいいな、いいな。どうでした、ケンちゃん。パープルパンツ、パンツ、あ、パンツ、パンツはネイビーです。ズボンの話だよね、これ。ズボンは、あ、ちょっと待って、手についちゃった。ティッシュ持ってくる。よいしょ、ちょっと手についちゃったからティッシュ拭いてきた。ちょっと待って。京子さん、足利 B 級グルメ、ソースかけて食べるシューマイ、お、知ってる方がいらっしゃる。まこさん、何それこれね、足利シューマイ、なんて言うんだろう、足利シューマイだったと思う。足利シューマイって言って、あのですね、なんだっけかな、あの肉じゃないんですよ、このシューマイ。でも給食とかでこういうのが出てくるんですよね。でソースかけて食べるの。なんかシューマイ肉入ってないのが結構割と足利では普通という結構ね、足利民しか知らないんじゃないかな知ってる人いる？知ってる人いたらノーってして、知ってる人はノーってしてください。あ、そう、玉ねぎと、玉ねぎ、玉ねぎとあれか、片栗粉だっけ、でできてるシューマイですね。364プラスジョーカーさん詳しいありがとうございます。アリナさん、ハートありがとう。ってことで食べていくよ。まあ、給食で、あ、前にテレビで見た、なるほどね。あ、そうだね、県民賞とかで、あの前やってたみたいですね。私その時見れなかったんですけど、こんな感じで、え、あ、ピッと、うん、この明るさいったねこんな感じです。あ、ちょっと待って、でも給食で食べたやつよりなんか大きい気がする。久しぶりに食べるんでね。で、普通のシューマイは醤油だと思うけど、これはソースかけて食べるやつ。うん、そう、これちょっと今口にいっぱい入れすぎちゃった。はい、めっちゃ美味しいよめっちゃ美味しい、めっちゃもぐもぐしちゃったちょっと口に入れすぎちゃったね。ね、片栗粉と玉ねぎがしか使ってないんだよね、確か。そうのやつなんだけど、なぜかね、肉の味がするんですよ。毎回不思議なの、なんかね、肉の味がしてる気がする毎回思う。なんかね、すごい不思議なんだよね。で、ソースがなんか、これ外で買ってきたやつなんだけど、ちょっとね、ピリッと辛いソースになってる。市販のやつじゃないからかな、いい感じのアクセントになってて美味しい。なんか給食の時はもうちょっと普通の、なんか、なんだ、市販のソースみたいな感じで、ちょっと甘めのやつだったりするけど、このピリ辛のソースめっちゃ美味しいめっちゃ美味しいよ。でもね、食レポ下手すぎて、なんかね、なんて言ったらいいか分かんない食レポ下手なんだよね、向いてないなっていつも思う。うん、見えるかな、こんな感じ。ここに明るさいってほしい。ピンときた？
こんな感じで中真っ白なんですよ。おいしい。お腹すいた？ご飯何食べました？みんな。みんなは今日ご飯何食べたのかな？おいしそう。おいしいですよ。なんだろう、給食で出てた時はなんかね、こんな感じで、もうちょっとちっちゃかったんだよね。で、なんかね、結構みんなに人気だった気がする。なんか取り合いみたいな、余ってたりとかすると結構取り合いが始まるぐらい人気だったと思うんだよね、アンナの記憶では。でも結構前すぎて、給食小中学生の時だから結構昔の記憶だけど、すごいみんなに人気だったと思う。まさみさん、美味しそう。美味しいです。364プラスジョーカーさん、食べてみたい、腹減った。お、食べに来ます、足利に。まこさん、まだ食べてないよ。あ、そうなんだね。ご飯何食べます？シューマイ食べる？足利シューマイはちょっと、足利まで来ないとあれなんで、シューマイ食べますか今日。あ、ななみさん来てくれてる、ありがとう。バラありがとう。ありがとうね、ななみちゃん。ななみちゃんはね、ショールームの方でライジングガールオーディションを頑張ってるので、皆さんよかったら応援してきて、応援しに行ってください。私もね、何度もななみちゃんルームの方に応援しに来てもらっているので、ぐっさん、仕出し弁当、仕出し弁当、お弁当ってこと？仕出し弁当ってなんだ。はーちゃん、そぼろありがとうございます。ぐっさん、それより人気だったのがアンナちゃんだといいんだけどね。現実は違うよね。悲しい。悲しいよ、ハッピー、悲しい。現実はね、シューマイの方が人気ですよ。みんなね、食の方がいいんです。いや、まるでアンナが人気だったみたいな感じだけど、いや、全然人気じゃなかったんですよ、アンナ。全然。ゆっぴさん、通りすがりの初見です。通りすがってくれてありがとうございます。ちょうどもぐもぐ中でごめんなさい。久保田アナと申します。よろしくお願いします。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しい。で、ふう、これね、よいしょ、ででん、なんかもう一個あって、知らなかったんだけど、なんかね、揚げシューマイっていうのがあるらしく、揚げ足利シューマイ、これもね、買ってみたので食べてみる。なんかそのまま多分揚げてるだけなんだろうけど、揚げシューマイなんてあるんだと思って。ちょっと新鮮すぎて思わず買っちゃった。ふふふ、みんなに飯テロしていく。よいしょ、ななみちゃん、あと2日頑張りましょうね。頑張ろうね、頑張ろう。ななみちゃん、一緒にまたライジングガールやろうね。アンナも頑張る。ニピさん、フォローします、ありがとうございます。フォローしてくれてありがとうございます。グッサイ、フフフフフフ、364プラスジョーカーさん、ハートありがとうございます。食べるよ、揚げシューマイ。よいしょ、ちょっと揚げられてるのが分かる感じ。いただきます。
しい。え、アンナこっちのが好きかも。なんかね、シューマイと別物な感じがする。なんだろう、餃子とシューマイの間みたいな感じの味がする。でもね、中身も変わってないし、ソースも一緒なのよ。びっくり、揚げただけで。嘘、え、ちょっと衝撃え、びっくりしてる。めっちゃ美味しいんだけど。え、みんなこっち食べてほしいないや、うんうん、いや、もちろん足利シューマイも食べてもらって、揚げシューマイも食べてほしいかも。なんかね、香ばしさが全然違う、なんか香りが全然違う。すっごい美味しいこれ。めっちゃ美味しい。うん、揚げシューマイの方がアンナはね、美味しい、好き。めっちゃ口の周りについちゃったえ、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。なんだろう、うん、めっちゃ香ばしさが増してる。ダンツさん、スクショありがとうございます。タカッチ、タイラヤ、トリセン、何が。エシスさん、ハートありがとう。グッさん食べたい。ユピさん、急に来て俺にもくれ。食べる。あーあー、食べれた、みんなみんな食べれたかな。食べれた？揚げシューマイ、はい、あーいいよみんな食べれた？モーさん初見です、来てくれてありがとう、嬉しいめっちゃお腹すいた、飯テロ成功してるはい、いただきます。ぐっさん、めっちゃお行儀がいいですね、はい感想は？感想はどうかなお口に合うかしら、どうかな、どうかな。アンピーにアンされたらやばい、やばいありがとうふふふ。でもアンナが食べちゃううましいぐっさんすごいよかった、美味しかったなら、美味しかったならアンピーも満足ディープさん、食べれたの？アンナは食べれたのいつの間にアンナ食べられたの？噛まれたのいつの間に。適当園さん、うましいうましい、よきね、よきね。あー、適当園さん、キャンディーありがとう、食後のデザートにするね、ありがとう。モーさん、あ、足利の方なんですね、38歳、足利人の38歳です、仲間ですね、足利民、嬉しい、地元民嬉しい地元民来てくれるの嬉しいですね、めっちゃ嬉しい。え、モーさん、足利シューマイのこの揚げシューマイ知ってます？私今日初めて見たんですけど、めっちゃ美味しくないですか？なんかこの足利シューマイを食べる配信を2600人の方に見られてると思うとちょっとちょっと怖い恥ずかしい大丈夫かなって思っちゃう。グッさん、ピクミンですグッさんお利口グッさんお利口ね。ゆぴさん、うまかった、ごちそうさま、お、美味しかったならよかった。うん、うん、ふん、やっぱ香ばしいな、こっちの方が。モーさん、ソースで食べるよね、そうですね、
ソースで食べてます。めっちゃ美味しい。揚げシューマイがびっくりするぐらい美味しいですよ。食べたことあります？モーさんは。まこさん、めっちゃ注目されながらの食事ですね。ですね。恥ずかしいね。注目されながらって思うとちょっと恥ずかしいね。ぐっさん、はい、音いただきました。いい音鳴ってたでしょ。だいちゃんさん、こんにちは、初見です。こんにちは、来てくれてありがとう。もうさん、ないよ。お、おいしいですよ、揚げ足利シューマイ。何歳？26で、あと5ヶ月後ぐらいに27になります。お、しろっちさん、来てくれてありがとう。おすすめ1位継続。お、ほんと？パチパチ。え、大丈夫？空手とさ、これのなんか落差やばくない？大丈夫？みんな。ただの飯テロ配信してるだけなんだけど。よいしょ。大ちゃんさん、栃木県の方？はい、栃木県の方です。たかっち。蒸し芋とフライドポテトの違いみたいな、あ、そんな感じでね、あの認識としては合ってると思う。でなんか蒸し芋の良さもあるけど、フライドポテトもいいじゃん。でフライドポテトの方が香ばしいじゃん。香ばしい方が好きかな。SS さん、初見です、よろしくお願いします。あれ、知ってる SS さんじゃないのかな。ヘロー、ヘロー。しらちさん、そこがいいのでは。そこがいいのか。みんなありがとう。そこがいいんだね。ホリさん、ハートありがとうございます。来てくれてありがとう。SS さん、フォローありがとうございます。ゆぴさん、かわいいから見とれてた。やだ、嬉しい。ありがとう。大ちゃん、芋フライ好き。お、芋フライ好き？こないだね、食べた、あの配信で、なんだっけ、お昼かなんかかな、お昼だっけ、お昼か朝、多分お昼だな。お昼ね、この間食べたよ、昨日一昨日ぐらいに。美味しいですよね、芋フライ。よいしょ。ペンがないなって思ってたら転がってっちゃってた、びっくりした。足利シューマイめっちゃ食べてみたい。じゃあぜひ足利に遊びに来てください。でも足利シューマイって他の地域にも売ってるのかな、どうなんだろう、取り寄せとかできるのかな。よかったらね、来てくださいね。高千、じゃあさらに血を出していきますか。血出していく。ちょっと待ってね。時々ね、喉がなんか変な感じになる。しらっちさん、餃子天下？餃子天下？餃子？シューマイ。名古屋に売ってないかな。名古屋に売ってないかな。名古屋に売ってるといいな。大ちゃんさん、売ってないよ。あ、売ってないそうですよ、まこさん。残念だけど、足利でぜひ。よかったら足利にぜひ。また口いっぱいに入れちゃった。学ばなかったね。ひとりさん、ハートありがとうございます。もんさん、さやこちゃんの応援してるけどフォローしても良い？ごめんね、フォローは全然嬉しいです、ありがとうございます。
さんハートありがとう。シラッチさん栃木のイメージです。うん、栃木は確かに餃子のイメージってことだね。栃木がっていうことだよね。よかった、方通じた餃子ね、確かに宇都宮が多いのかな、確か記憶があってれば。宇都宮に有名な餃子屋さんとかがいっぱいあるよね。イシトイさん、足利は以前に B 級グルメ館に行った覚えがあるな。え、そんなのあるの？それあんな知らない。え、なんであんな知らないんだろうなぜかあんな知らないよ、それ。どこでやったんだろう。ぐっさん、はい、口いっぱい。はい、口いっぱいになってしまいました。いけるかなと思ったらいっぱいでしたね。ゆぴさん、ハートありがとう。もーさんもハートありがとうね。さあ、ということで。足利シューマイ食べてみたくなった方は、いいね、みたいな感じでハート押してください。足利シューマイ食べてみたくなった人いるかな？足利シューマイなんてあるんだってなった人はいっぱいいるそう。ね。しらっちさん、食レポはできんな、できない、超難しい食レポ。でもみんなに紹介したかったのだから食べてなんとなく伝わってくれたらいいなみたいな感じで食べて感想言ってみたいなちょっと待ってね。もーさん、みんみんの餃子うまいよ。あ、そうなんだね。食べに行こうかな。こだまちゃん、バラありがとう。びっくりした、ありがとう。嬉しい。ごめん、また声が。うん、ありがとうありがとう。バラ。あ、ちょうどいいのがあるじゃん。バラ。高知、栃木は地域によって名物が全然違うよね。そうだね、栃木は名物全然違うね、地域で。方言も違うしね、地域によって。まこさん、めっちゃ食べてみたい。お、みんなの食欲かきたてられたかな。太田は時々行くけど、太田シューマイはあるのかな。あ、どうなんだろう。太田シューマイは、アンナは聞いたことないけどな。どうなんだろう。あったりするのかな。足利限定？どうなんだろう。じゃあ、うっさん今度行ったら確認してきて。見てきて。ひとりさん、B 級グルメ館っていうお店があったよ。道の駅的な。あ、そうなんだ。そういうことだったんだね。へぇ。いいなぁ、そういうお店行きたいなぁ。楽しそうじゃない？ B 級グルメいっぱい食べるの。こだまちゃん、先ほどぶりです。仕事しながらなのですぐ落ちるかも。あ、ツイッターもフォローしました。ありがとうございます。お仕事頑張ってね。こんじさん、今ハートないから、いいね、いいね。ひとしさん、スクショありがとう。しろちさん、腹減ってきた？腹減ってきた？あれで、こんなところにもう一個、揚げシューマイが。食べれた？こだまちゃん、ありがとう。パラありがとうね、本当にありがとう。ぐっさん、ちょうどよくないし。ちょうどいいよ。ちょうどいいよ。ぐっさん、買ってきて。買ってきて。見てきて。佐久保さん、ただいま回収行ってきました。おかえり。モーさん、富谷の焼きそば知ってる？あれ、あそこじゃない、あのさ、あの有名なところ、足利で有名な焼きそば屋さんじゃない、それ。焼きそば屋さん、うん、焼きそば屋さん、うん、なんだろう、焼きそばが美味しいって有名なとこだよね。うん、なんかどの辺にあったか忘れちゃったんだけど、なんか、うん、ちょっと、うん、かかっちゃった。はい、グッさん、ありがとう。364プラスジョーカーさん、パクもぐもぐどう、おいしい、
美味しく食べてもらえたかな。佐久間さん、あーん、あーん、食べれた？ハートありがとう。ゆずゆず、ハートビシってすごい勢いでハートを投げてくれた。ゆずゆずありがとう。ぐっさん、ちょっとググったらアンナさんの画像がたくさん、まあ綺麗なこと、嬉しい、ありがとう。褒めると伸びる子だよ。ありがとね。シロッチさん、エアーもぐもぐ、エアーもぐもぐ。泣いてる。美味しかった？シロッチさん、美味しかった？スリーシクスプラスジョーカーさん、4000人超えてるよ。はっ、ほんとだ。気づかなかった。今すごい間抜けな声出したな。ごめんね。すごい間抜けだった。やばい、4000人の方にもぐもぐ。ちょっと待って。ねえ、適当親父さん、ありがとう。すごいびっくりしちゃった、今。ありがとうございます。スポーツカーだよ、みんな。やばい、嬉しい。ありがとう。そういえば宮原 かのんちゃんや長野ジュリアちゃんも最近空手復活してるみたいですね。あれ、長野ジュリアちゃんって聞いたことある。長野ジュリアちゃんって誰だろう。誰ですか、教えて。ゆずゆず、さすがです、スポーツ科来たわーね。さすがよ、すごいよ、びっくりしすぎて、なんかもうびっくりしちゃったよ。なんかびっくりするとさ、言葉が出てこないよね。なんて言ったらいいか分かんないぐらいびっくりするし、嬉しすぎるよね。待って、メモ書いてた場所がどっか行っちゃった。どこ行っちゃったんだろう。劇団サマーズなの。劇団サマーズ出てましたよ。ここだ、このページだった。劇団サマーズ出てましたよ。ありがとうございます、適当親父さん。ちょっとメモしますね。よいしょ。で、適当親父さんが5000ポイント分のを投げてくれたので、ここでお知らせです。1000ポイント分投げてくださった、1000ポイント以上投げてくださった方に、動画をお送りしているので、1000ポイントを超えてる方はツイッターで DM を送ってください。動画をお送りしますので、お楽しみにしててください。もちろん期待しかしないでね。リサのステッカーが万能すぎるってことで、ちょっとわーっとコメント飛ばしちゃったので遡ります。はあ、喉鳴ったね。ちょっと一回落ち着くね。よし、はい、佐久保さん、ハート100個管理ありがとうございます。ゆずゆず、今日の服装と髪型似合ってて可愛い、ありがとう。ゆずゆずすぐ褒めてくれる、嬉しい。あ、いつでも可愛いか、ありがとう。もうゆずゆず好き。モンさん、グランドの前、あ、うんうん、わかるわかる。ゆーりなさん、ゆりょう、ん、ゆい、うん、もてやんちーくん、はじめまして、こんにちは。こんにちは、栃木市生まれ館林育ち。おお、ご近所さんじゃないか。あ、でも今は世田谷に住んでるのね。堀井雄義親衛隊。お、そうなんですね。コメントありがとうございます。ご近所さんがコメントしてくれた、嬉しい。地元トーク嬉しいね。ぐっさん、焼きおそば屋さんを2回言ってます、嘘。あららら、いつの間にか焼きそば屋さんを2回言ってたんだね、あのさっき。ゆずゆず、昨日からすごいのいっぱい来るね。ねえ、すごいのいっぱい来すぎて、昨日からずっとパニックなのよ。ポカンってしちゃう。ちょっともうちょい可愛い反応できるように、しますね。なんか、
感動薄そうじゃない？全然薄くないのにさ、めっちゃ薄そうに見えるなと思って、もうちょっと嬉しさを伝える努力をしますね。あ、ソブさんの、そうです、劇団サマーズ出てますよ。真央さん、フォローありがとうございます。足利市に青木東洋堂っていうお店があるので行ってみて。お、行ってみる。何屋さんだろう、何屋さんですか。ぐっさん、大女優さんや。そんなことないよ、全然ちょい役です。長野ジュリアちゃんは武田里奈さんと同じ監督、西さん制作のサルベージマリースって映画に主演していた元女優さんです。あ、そうなんだね。なんで聞いたことあるんだろう。聞いたことある気がするだけなのかな。でもなんか聞いたことある気がする。シメオネさん、ジョン万次郎モンストジョン万次郎、ジョン万次郎はモンストでいっぱい出てきますよねあ、通じるかなモンストでね、ガチャ引くとね、ジョン万次郎めっちゃ出てくるんですよ。もうめっちゃ覚える。あ、ジョン万次郎、あ、ジョン万次郎ってなるねねさん、こんにちは、来てくれてありがとう。高一さん、はじめまして、こんにちは、あなたいくつなの教えて。26歳です。堀さん、5000、あ、5000突破してる。嘘でしょ、びっくりしちゃった、びっくり。364プラスジョーカーさん、いや、シャンクさん、ごめんなさい、ポカンってしちゃった。なんかさっきの配信からびっくりすることばっかりでポカンってしちゃってる。ちょっとびっくりしちゃってるモーさん、本当に足利人なんだよ、すごく嬉しい。アンナもすごく嬉しい。いいね、ジョン万次郎読んじゃった地元民は嬉しい、本当に嬉しい。足利いいですよね、最近なんか映画とかの撮影地に使われるようになって盛り上がってきましたよね、少し。ちょっとね、そういうのがね嬉しいんです。まこさん、お昼食べに行ってきます、いってらっしゃい。しめおねさん、いろんなジョン万次郎ですよねいろんなジョン万次郎ですねそうですねジェイさん、大女優と聞いて飛んできましたよ。ジェイさん、いらっしゃい、来てくれてありがとう。ゆずゆず、ずっとおすすめ一番上だね。本当？そうなの？一番上なんだね、やばい、それは嬉しいなおさん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとう。武蔵さん、シャンプーは何使ってますか？すごい綺麗な黒髪。なんだっけシャンプーなんだっけ。あ、パブリックオーガニックっていうシャンプーとトリートメントを使ってるはずです。それの匂い、なんかね、種類が何個かあるんだけど、それのどれを使ってるかを覚えてないんですよね。なんだっけ、オレンジとかそういう匂いのやつなんですけど、名前が出てこないでも使ってるのはパブリックオーガニックっていうシャンプーです。薬局で買えます。コウジさん、ハートありがとう。ひとしさん、びっくりするのは明日2位以内に入るかもしれないよ。そしたらもうびっくりのびっくりのびっくりよもうキャットハンドからじゃないよ、夢ですかみたいな感じになっちゃうよいや、それが起こったらすごいよ、大逆転そしたら大逆転だよ。だってあんで今何位、今4位だもんね。昨日5位から上がってきたばっかりだから、大逆転ですよ、そんなこと起こったら。そしたら嬉しいけどねでも一応ね、2位内を目指して頑張ってるし、みんなを信じて突っ走り切るけど、どうだろう、2位入ったら相当嬉しいね。みんなで一緒にポカンってしようみたいな感じで喜びを一緒に分かち合いたいね。じいさん、ハートありがとう。もーさん、ほぼ毎日足利に芸能人いるもんね。ね、そうらしいね。
なんか昨日一昨日ぐらいになんかルー大柴さんがいたとかいないとか、なんか母が見かけたとか見かけてないとか。美咲さんフォローありがとうございます。ハリさんテディベありがとう。あ、これがあるからギュッありがとう。くまたん、ぐっさんびっくりぐっさんびっくり&ポッカーンでぽっくりですわ。そうだね、びっくり&ポカーンでなんだっけ、ぽっくり。じゃあびっくりしてポカーンってしてるときぽっくりしたっていうね。ぽっくりしちゃったって。ひとしさん順位入れ替わってるからまだわからないよ。そうだね、まだまだ混戦の中でね、まあそのラスト1秒のそのポイントでの順位が決着なので、最後の1秒まで諦めずに頑張りますのでね、皆さんも最後の1秒まで信じてついてきてくれると嬉しいな。イズイズバリ応援してる、ありがとう。イズイズありがとう。レイチンさん、おすすめ1番から来ました。やばい、おすすめ1番に本当に載ってる、ずっと嬉しい、みんなのおかげ。レイチンさんハートありがとう。モーさん、アンナさんは足利で配信してるの？そうです、足利で配信してます。実家が足利で、実家に住んでるので足利で配信してます。今日はね、親戚の家から配信してます。ぐっさん、ルー大柴さん羨ましくない？なんで嘘、普通に、あ、ルー大柴さんちょっと見てみたいなって思ったよ。なんか生で聞きたくない？レイチさんハートありがとう。ぽっくりって4回言おうかなって。ぽっくりはどうかな。あれ、やめといた方がいい？ポカーンびっくり。ゆずゆず最近のポイントアンピにしか投げてない、嬉しい。そういう人がね、いっぱい集まってくれるのがアンピールームかなと思ってます。みんなでね、一致団結していけばいけるはず。いけないことはない。あ、くまさん久しぶり、来てくれてありがとう。仕事中に覗きに来た、お疲れ様。お仕事お疲れ様。仕事中休憩かな。じゃあ今、さくぼさん、あ、明日なんで仕事なんだ、夜勤。あらら、明日夜勤だから来れないって言ってたんだね。うん、悲しい。さくぼさんめっちゃ心強いから明日来れないのちょっと寂しいな。でも仕事じゃしょうがないかな。ひとりさん、ルー大柴さんより責任つとむさんがいい。あー、ちょっと気持ちわかる。ちょっと気持ちわかる、確かにね。ユージンさんフォローありがとうございます。ということでね、20ポイント以上の方を読み上げていきますよ。くまさん、そうそう今休憩中だ、休憩だからちょっとだけね、ありがとう来てくれて。モーさん、マジか、今度飲みに行こう。それはね、事務所の人に怒られちゃうから。ダメかな、ごめんね。でも誘ってくれるのは嬉しいよ、ありがとうね。よいしょよいしょ、ちょっと一回これ落としたら危ないからこうして。グッさん、ヤブカラスティックだよ、パンって。顔文字可愛すぎるでしょ、それは。ポン。ヤブカラスティック。20ポイント以上の人読み上げます。まこさん、こだまさん、こだまちゃんさん、ななみちゃん、ほりさん、ぐっさん、ん？ほりさん、ぐっさん、適当おやじさん、ありがとうございます。たかっち、手順なら毎日会えそう。手順はゆうさん、毎日会えるのかな、どうなんだろうか。どうなんだろうか。佐久保さん、なんとかラスト配信時間に休憩合わせるね。お、ありがとう、それは心強い、待ってるね。みんなも最終枠、ぜひね、ハートたくさん投げに来てくれるとすごく心強いです。ハートの積み重ねはね、すごく大事だと思うので。
熊田陽子さんっぽいよね。熊田まさしさんじゃないよ。熊田陽子さんっぽい。え、誰が熊田陽子さんっぽいんだろう。アンナ？アンナが？グッサンのね、これはね、熊田まさしさんっぽいよ。さっきのポンっていう顔文字は。ということで、よいしょ、もう一回。アンナさんよ。お、本当？似てますか？嬉しいな。熊田陽子さんめっちゃ綺麗だし、めっちゃ嬉しい。でもあんなスタイルしてないんだよな。もうなんか誰もが、女の人だったら誰もが憧れるようなスタイルっていうイメージ。ああ、なりたいわ。たかちお昼寝しないと見る方も持たない。たかちお昼寝してくる。ぽんさん、そうだよね、事務所ダメ。そうなの、ごめんね。行きたいのは山々なんですけど、事務所に怒られるとね、まあ、もうさんもめっちゃ怒られちゃうし、まあ、もちろんアンピもめっちゃ怒られちゃうので、ごめんね。ってことで、なんかまた声が出なくなってきてるけど、声出るかな？お、出るようになってるね、ちょっと。なんかだんだん声が出なくなってくるのがもうなんかよくわかんなくなってきた。どうしたらいいんだろう、本当にこれ。ってことで、なんて読めばいいんだろう。絶賛彼女になってくれる人募集中さん、こんにちは、こんにちは、来てくれてありがとう。ラスト3、4分かな、今。あ、じゃあ次の配信時間の告知を先にしちゃいましょうか。よいしょ。シオンさん、あ、一番最初に書いてくれてる2文字だったんだね。シオンさん、コメントありがとうございます。来てくれてありがとう。僕も配信をしております。あ、そうなんですね、配信者さんなんですね。お、でも、あ、これからフォローできるんだね。あ、そうなんだね。何かガチイベに出られるのでしょうか。違うのかな。ケンさん、スクショありがとう。グッさん、えへん、虫がいるぞ、えへん。でも、モンさん、怒られるの嫌だ、かわいそうだもんね、ありがとう。くまさん、よし、仕事戻るね、ありがとう。お仕事頑張ってね。あ、グッさんからバラが飛んできた、ボン。ボン。よし、配信予告するよ。ここのね、3枠目までが今終わったので、ちょっと待ってね。デイデイデイ、はい、3枠目までが終わったので、次は4時から5時です。4時から5時です。で、その後30分後にまた1時間配信します。まあ、そこから怒涛のようにまだあるんですけど、よかったらまた見に来てください。よろしくね、みんな。また待ってるよ。グッサン、バラありがとう。嬉しい。グッサン、怒涛の配信スケジュール。そうです、怒涛の配信スケジュール。絶対みんなのポイントを無駄にするわけにはいかないので、アンナは配信の回数を重ねていく。で、みんなにも来てもらって、もっとね、いろんな人に知ってもらって、応援してもらう機会を増やしてみたいな感じで、ゆっくりゆっくりみんなと一緒に一個ずつ上に上がっていけたらな。アンナも頑張るので、皆さんもついてきてね。ということで、喉気をつけてね。ありがとね、心配かけてごめんね。ということで、皆さん来てくれてありがとうございます。喉がね、こんな感じですごく申し訳ないんですけど、みんなといっぱいお話できてよかった。コ
メントがねもう読めないんですけど、時間的にあと数秒で終わっちゃうので、ということで来てくれてありがとう。アンピーことくぼたんなでした。バイバーイ。